はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。今、緊急でカメラを回しております。まあ、タイトルサムネにもあるんで、まあ、大体どんな内容を今から話すかっていうのはね、もうご存知かと思いますけれども、今僕のとあるツイートがですね、大変おバズり申し上げておりましてですね、ヤフーニュースさんに取り上げられまして、記事になってしまいまして、まあ、その内容っていうのがね、まあ、僕が昔働いてた会社のお話なんですけども、昔からね、もう僕のライブ配信とかもね、もうしっかり見られてるよっていう方はね、もうみんな、まあ、ご存知で、ああ隊長が昔から言っとったことがやっと世間の目に届いたんだなっていうふうにね、まあ、たくさんの方が思って、まあ、くださいまして、僕としてもね、まあ、複雑な気持ちではあるけれども、やっぱ黙ってちゃいけねえなと思って今回ツイートしたわけなんですけども、まあ、今それがヤフーニュースさんとかにもかなり取り上げられまして、その中でもね、結構いろいろやっぱりヤフーコメ民の皆さんですか、はい、ヤフコメ民の皆さん、はい、ほとんどの人はすごく良識のあるというか、しっかり考えて、ちゃんとね、理解した上でコメントをしてくださる方が、まあ、大半なんですけど、まあ、それ以外は記事だけを見て憶測だけでいろいろ語っちゃってる方がいらしたので、うん、このままじゃちょっとね、いけないなと。あとそれとやっぱ今回の事件で、やっぱり、まあ、ビッグモーター以外の、まあ、中古車会社さんとかにもね、やっぱ影響が出ているということなんで、ちょっとこのままね、まあ、僕としてはもうあんま動画で取り上げたくなかったんですけど、うん、まあツイッターだけにしたかったんですけれども、まあ、ここでね、まあ、黙っててもやっぱいけねえなと思いまして、改めてね、動画にしたいと思います。まあ、とりあえず今ちょっとね、動画の多分概要欄かコメント欄の方にもね、貼ってあるんですけども、今こういう記事が、出ております。元ビッグモーター勤務 YouTuber 当時のパワハラ被害暴露、胸ぐらつかまれ2時間暴言ガン詰め、はい、まあ、かなりおっかないタイトルなんですけど、はい、まあ、内容としては、まあ、ちょっと記事を読んでいただくのが、まあ、一番手っ取り早いかなと思うんですけども、まあ以前ね、僕がライブ配信でちょっと感情がいろいろ出ちゃって、ちょっとまとまりも良くなくて非常に醜いライブ配信になってしまったとは思うんですけども、はい、時話した内容でございます。はい、ビッグモーター体験談、入社2日目 OJT 未実施のまま1日見てたからできるだろうと、店長指示にて一人で商談に立たされ、案の定うまくいかずお客さん退店、退店後胸ぐらつかまれてバックヤードに連れ込まれて、店長と副店長に2時間暴言ガン詰められて、閉店2時間後までモップ掃除、今思い出しても本当に意味わかんないという、まあ、僕のツイートが、まあ、記事になったわけなんですけれども、はい、これね、もう昔から、ね、ツイッターフォローしてくれてる人とか、ライブ配信見てくれてる人とか、これもう僕のお箱です、はい、毎回言ってます、はい、もう昔から言ってます、これは、はい、もう僕のブラック企業勤務体験談として、はい、まあ、お箱です、もちろん事実です、はい、まあ、これ一番やったやつがわかるだろう。うん、結構ね、ヤフコメとかね、あとツイートとか、ツイッターとかでもね、嘘だろうとかね、もう持ってるだろうとか、結構いろいろ言っちゃってくれてる人がいるんですけど、そんなわけないでしょ、こっちは本気ですよ。うん、まあ、それは十分分かっていただきたいですね。まあ、というかちょっとね、今お怒りモードになっちゃったんだけど、とりあえずちょっといろいろヤフコメ民の皆さんのコメントを見て、それに、お答えしていきたいなと思います。すごいですね、今コメントが137件来ております。とりあえずちょっと新着順からね、ちょっと気になるコメント見ていきたいと思います。すごい、結構ね、まあ、さっきちょっとヤフコメ民みんななんかやばいみたいな感じで言っちゃったけど、結構割とちゃんと常識のある方もいらっしゃいますね。うん、不正をした従業員も被害者、冗談じゃない立派な加害者だよ、どんな理由があろうと顧客を騙して金を稼いでるやつは一味でしょう、だったら振り込め詐欺の闇バイトもネズミ講の末端も理由があれば被害者なの。はい、まあこれはね、もちろんね、その僕がね、もう一つのツイートでね、まあ、彼らも会社の被害者なのかもしれないと、僕もあんな環境におったら僕をね、ガン詰めした店長副店長をね、うん、みたいになってたかもしれないっていうね、まあ、ツイートのことだと思うんですけど、うん、まあ、この件に関してはもちろんそうですよ、うん、やったやつは加害者ですよ、うん、なんだけれどそいつが加害者になった理由っていうのが僕はあの会社の体質だと思うんですよね、うん、いやもちろんそいつ悪いやつよ、うん、やったやつでも悪いよ、絶対悪いよ、うん、なんだけど、まあ、そういうやつを作った会社も悪いよね、うん、もちろんね、おっしゃることもわかります、うん、すごくわかる、うん、これやばいっすね、このケッチ2発ってやつ、不正はあってダメだが4000万もらえるの耐えろよって、やばいっすね、これ犯罪教唆、うん、これはやばいですね、うん、いやだからこのね、4000万もらってるやつだって基本的に
やってっから、うん、ようこんだけニュース出てこんなこと言えますね、この人は。すげえな、びっくりしちゃいました。はい、以前から隊長さんはビッグモーターについてライブ配信やツイッターなどで注意喚起してくださっておりました。私の友人がこちらにて自動車購入をしようとしたとき、隊長さんのことを思い出して辞めさせました。今では本当に良かったと思います。改めてありがとうございました。いや本当にマジでありがとうございます。はい、ちょっとすさんでた心がちょっと楽になりました。はい、ありがとうございます。はい、良かったです。はい、なんかちょっとね、正直めんどくせえことになったなっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、やっぱ良かったです。僕の言ったことは間違いなかったです。はい、ありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございます。じゃあ次行きましょう。そうですね、結構あれですね、やっぱチャンネル隊長の視聴者さん結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。隊長は以前から言ってたからねとかね、書いてくださってる方とかいらっしゃいますね。うん、良かった、良かったです。うん、ありがとうございます。この方は、本当最近のメディアはこういう手抜きをやるよな。これ多分ヤフーニュースさんの書き方に対してですね。はい、そういうとこ大差ないと思うの。このツイートの、売名やろうってリプにはほとんどに2020年とかにすでにほぼ実名の打者と同じ内容のツイートを送り直してるし、この人は長いこと警告してたでしょ。あと他の店やり玉に上げてる人はこの会社の社員かな。はい、ちょっといいねしときます。はい、いいねさせていただきました。はい、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。まあ、結構やっぱりこの会社でやっぱ勤められてた方とかね、うん、そうですね、結構いらっしゃる感じしますね。給料はいいんでしょう。ただ精神と肉体が思いっきりやられるだけで、いや、お金だけか大切なのは。違うと思いますね、僕は。うん、精神と肉体を思いっきりやられるだけで、で片付けるかこれ普通。いやいや、ダメでしょ精神も肉体もやったらどうしようもできないよ。いくらお金があっても何もできないよ。稼げねえし、遊べねえし、ね、おずれてると思うんだ。うん、そうじゃねえだろ、もっと自分大切にしろ。今更便乗してんのよ、俺はずっと言ってる。うん、悪いが俺に関してはずっと言ってるからね。事件になる前に告発しなきゃ2番戦時間坂の子欄、多分鹿の子欄の間違いですね。はい、私は言ってました。はい、ずっと言ってましたよ。はい、ね、やっぱりね、世間が注目しない時に言ってもね、響かねえんですわ。うん、残念だけど。でも今こうやってね、世間の目にやっとね届くようになったんで、僕はうん、まあ良かったかなと思いますけども。はい、うん、もうちょっとチャンネル隊長見てくれ。うん、もっと見てくれよ、俺ね。はい、経歴がわからないからな。ビッグモーターが逆風なだけで仕事できない人はできないから、単純に乗っかれないよね。うん、まあ私はですね、多分このツイートの前に言ってたかな、ちょっとあれなんですけど、私は営業職未経験って言って、それでもフォローしますから大丈夫ですよって言って、じゃあ来週の月曜日から来てください、それ金曜日です。はい、土日のそう明けて次の月曜日から僕はまあ出社したわけなんですけれども、はい、その出社してその翌日の話です。はい、悪いけどね、これ仕事できるできないじゃなくて、いや、まず何も分かんない状態だからね。なんならね、どこに備品が、どこに何があるのかもすらも教えてもらってない状態ですよ。分かりますかね。仕事ってちゃんと手順があるじゃないですか。まずお客さんが来たらこうしてこうして、でそこでこの書類を見せてみたいな、そういうやっぱりまあ営業とかって、やっぱそういうフローとか、まあ営業だけじゃない、いろんな仕事にはそういうね、こうフローチャートといいますか、ね、こう仕事の順序っていうのがあります。うん。それすら教えてもらってない状態ですよ。マジっすよ、これ。本当に。でも何していいのか全くわかんないんですよ。そんな状態ですよ。しかも、だったらもっと自分から教えてくださいとか言えよとか多分思われてる方いると思うんですけど、僕めちゃめちゃ言いましたからね。1日目から教えてくださいって僕はずっと言い続けましたからね。それでも今忙しいからって。いや、とりあえず見てて。ですよ。何遍言ってもですよ。で結局僕は1日は電話番してました。で翌日的には商談だったですよ。自分だったらどうよ。まあ、それやれるのであれば俺はすごい、もうお前はビッグモーターで大成功すると思うよ。頑張れ。絶対高く買うから店に来いってしつこいから行ってみたら、この車は買い取りできないわ、次に買う車を探させろだってことで見たら全部予算オーバー、挙句ワックスかけただけでうん万円のコーティングつけないと売らないとか、顔黒半グレがスーツ着たような営業がのたまってたから二度と来ねえわって退店した同業者です。うちもそんな店でした。はい、もうそんな店でした。
うん、なんか半グレ上がりっぽい人たちでしたね。うん、他の店の店長とかはガチ半グレだった人とかもいるっていうのは僕は聞きました。はい、なんでか分かんないんですけど、そういう人がいっぱい集まるお店でしたね。お店というか会社でした。はい、なんでなんですかね。うん、辞められるんだけど辞められない思考に陥ってまうんだよな。ブラックは寄り添ってくれる奥さんでよかったね。いや本当その通りなんですよね。本当にね、もう嫁に感謝してます。本当にありがとうって思う。もうまあ僕はその2日目の出来事から本当に人格失いましたね。うん、人格失ったってちょっとオーバーかもしれないですけど、本当に追い詰められました。もう家帰ってきても僕なんかもう嫁と話すことすらちょっと無理でしたね。もうずっとその今後のことが不安すぎるのと、もうこの会社で俺は生きていくしかないのかっていう、うん、もう本当にね、今でもね思い出しますね。なんか自分が憧れて入った、まあ、業界、まあ、自分は元からね、まあ、車が好きで、まあ、車業界で働けることがね本当に僕はね嬉しかったんですよね。だからもうビッグモーターのね内定もらった時とか本当に今でも覚えてますよ。めちゃくちゃ嬉しかったですね。であの時にね、そのもう来週の月曜日から来てくれって言われて、もう今思えばおかしいじゃないですか。普通の会社のバイトじゃないですよ、正社員で3日後出てきてくれ、おかしいっすよマジで。何かありますよそういう会社は。なんだけどもうそれすら、ね、もう飛んでしまうぐらい嬉しくて、で行ったらこうです。はい、まあ、ツイートでもさせてもらったんですけど、その、まあ、僕の考えはそういろんな業界ね、いやこの業界闇が多いとかね、めちゃめちゃ苦労するぞやめとけとか、いっぱいもう世の中いろんな企業そうやって言われたりする、企業というか業界とかそうやって言われたりするんだけれど、まあ、そういったね闇とかね苦とかね、もう僕だったら車好きだから乗り越えれるわと、うん、もう乗り越えてやると、もうその闇苦ですらもう自分はありがたいと思って飛び込むぞっていうつもりで行ったんですけどね行ったんですけどね、うん、無理でした。言葉と常識通じない、これやばいマジで。うん、本当だからね。まあちょっと特殊なね、ちょっと職種というか、まあこれを生業にしてるというかね、まあ、車をね、まあ、動画にしていろいろ紹介したり、なんかいろいろカスタムとかしたりしてね、ファンの皆さんがついてきてくれて、車業界となんとかね、車業界というのかどうか微妙なところなんですけど、まあ業界にはなんか貢献できてるかなっていうのは感じております。はい、今すごく幸せです。はい、大変なことも多いけど、うん、そうですよ、どの業界だって闇は多いです。 YouTuber だって結構闇は多いですよ。うん、後出しご苦労様って、無知ご苦労さん、無知ご苦労さんな。うん、いや悪い悪い、俺が悪い、お前が知らなかったのは俺が悪い、俺の力不足。うん、本当にごめん。もっとねお前に届くような動画出すわ、ほんとごめんマジで。今頃告白されても再生数稼ぎにしか見えない、当時に貢献しなきゃ、なんでみんな当事者の時に言わんのか、言えるかボケがお前、本当に言えるかそんな。ちょっと言葉悪いですけど言えないです。うん、一個人が言ったところで潰されます。だから言うタイミングってのがねあるんですよ。そのタイミングが今来たんですよ。うん、それにもうこのタイミングって言ってるけど、このタイミング来る前から俺ずっと言ってた。うん、ほんとやばくないですかマジで、何も知らないのにね、本当に好き勝手言ってくれるね本当に。すごいちょっと話が長くなっちゃったね。これ正直編集だるいわこれ編集だるいな、これね、ちょっと多分かなり荒削りな編集になっちゃうと思うんだけども、はい、まあ、とりあえず、まあ、その今回の動画はね、そのまず僕があった今ニュースになった騒動の、まあ、裏側と、まあ、ヤフコメ民に対するアンサーです。はい、ごめんなさいね、いつもの楽しいチャンネル隊長の動画をね楽しみにしてくださる方は本当に申し訳ない。はい、というわけですいません、ちょっとね口が悪いところも多々あったと思いますけども、はい、僕としてはもう自分 100% でこの動画向き合えたと思うんで、僕は満足です。はい、ありがとうございました。